どうもズーマーです。今回なんですけども、誰でも使える AK117 のカスタム紹介ということでやっていきたいと思います。で今回は AK117 を使ったんですけども、まあ、なんかよく今ミシックとか出てると思うんですけども、まあ、そのミシックとかじゃなくて、まあ、誰でもねその迷彩を、まあ、関係なく使えるような E7 のカスタムを組んでみましたので、そちらをご紹介していきたいと思います。で結構今117って環境武器だなっていうふうには思ってるんですけども、まあ、なんかその SMG と一緒に使う人もいれば、その AR と SMG みたいな、E7 と SMG っていう人もいれば、E7 と SR って人も多いと思うんですけど、まあ要は、ね、どの武器との相方とでも結構相性のいい AK117 なんですけども、ね、結構みんな使いたいって思うんじゃないですかね。まあただそのミシックとかだったら、アイアンサイドでもう結構、サイトが見やすくなったりとかしてるので、なんでまあそれでもね、あの普通のノーマルメソッドやったらね、ドットとかつけると思うんですけど、まあ今回そちらね、ドット付きのカスタムを作ってみました。で、まあ意外とそれでも全然やれたかなっていう感じはするので、うん、悪くないなっていうか戦えるなっていう感じはあったので、そちらね、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。まあ誰でもって言ったんですけど、あのアタッチメントをつけれるレベルに上げれる人かな。うん。なので、その全く1レベルとかでは難しいんですけども、犬のね、武器レベルが上がった前提でお話ししております。で、カスタムは、途中で撮ってますのでね、そちらで、ご紹介しますんでね、うん。そちらを見ていただけたらなと思います。で、初手はこれ、ニュービーで被ってて、何枚か被ってたんですけども、ここが味方のいい連携でね、倒して、ここからカスタムの方を取りに行きたいと思います。さあ、カスタムでこちらになります。で、結構これは、近距離っていうよりかは、中距離メインで組んであるカスタムになってます。で、モッドはおすすめなのは、横反動と拡張と腰打ち。腰打ちに関しては、その近距離、スナイパーとか持ってて、近距離でも戦いたいって人は、腰打ちつけてもいいかなと思うんですけども、そうじゃないって人は、拡張と横反動と長射とか。まあ、長射でもなくてもどっちでもいいかな。緊張しちゃったら緊張つけたいって感じかな。で、もしなかったら、縦反動とかで、さらにね、反動を少なくするみたいな感じのカスタムでもいいかなと思います。で、本当に今回のカスタムの中距離メインなんで、まあ、SMG 使う人でも、SR 使う人でも、まあ、使えるんじゃないかなっていう感じですね。まあ、ちょっとね、僕は SR 今回一緒に使うんですけども、そちらをね、見ていただけたらなと思います。ここちょっとやばいので一旦リワインドを使います。最近リワインド使うことあるんですけど、なんか反応遅く、なんか一歩遅い気がするので、なんか一歩早めに引かんといけんなっていうのが最近思ってますね。で、打ってみるとで感じこんな感じですね。結構横反動がやっぱ気になるかな。今横反動をつけてない状態なので、ここでね一旦横反動をつけます。で、今緊張者持ってたんで腰打ちを捨てて横反動をつけてるって感じですね。うん。で、横反動を押さえてあげると結構なんだろう、抑えやすいというか、リコイルはしやすいかなって思うので、横反動つけてみてください。さて、ここで敵を倒したところなんですけども、タグ回収に来るような感じはしますね。あ、来ましたね。タグ回収するときはやっぱり、ホバー乗るの結構いいなと思ってて、うん。打つ側、狙う側からしても結構当てにくかったりとかしますし、ホバー自体もね、結構スピードもあったりとかするので、まあ、タグ回収しやすい車両なんじゃないかなと思います。しかも一人乗りっていうのが結構でかくて、相乗りされる時とかあるじゃないですか、バイクとか乗った時に。なんでそれを防げることもできるので、ホバーって結構タグ回収に向いてるなというふうには思います。さて、ここでヘリがいるので、そっちの方向かっていきましょう。いますね。これは角度が足りなくて、で、上を降りていくんですけど、下にいる敵、あ、変わったね。さあ、こう打ってきます。で、今回、ドットサイトを赤色使ってるんですけど、カスタマイズで、カスタムのところでブルーに変えることができるので、個人的にはブルーの方が好きなので、ブルーにしても全然いいと思います。今回これちょっとやるの忘れてたんだけなんでね。うん、本当は僕、ブルー推奨です。で、ブルードットってやつがあると思うので、うん、そっちを使うことを僕はお勧めいたします。奥にいるね。ここら辺のやつはもう逃げてったというか、引いてったのかな、引いてったっぽいので、ピンクパケがね、来たので、こっちの方を向かっていきたいと思います。ないね。さあ、ここ飛んで、味方がね、行ってるので、ここは石についていきます。
で、まあ、インナーはね、結構その環境というか、結構使ってるというか、使用率高いなと思っているんですけど、なんかどうやら噂ではね、イーナミシックがまたもう一個出るみたいなね、噂がありますね。皆さんはどうしますか？ビジュアルとかなんかそういうのによると思うんですけど、イーナミシック2個ってどうなんですかね？僕は買わないとは思うんですけど、今ね、持ってるから、今あるやつね、持ってるので買わないと思うんですけども、まあ、ビジュアルかっこよさとか、アイアンサイトの見やすさ、とかで買うことを検討してもいいんじゃないかなと思います。さあ、ここで、接敵したので、一気にラインを上げてカバーに行きますと。これ、味方ボーマーですね。ね、引いててるんで、ここで、パケ取っちゃって、前を張りますけど、まあ、ボードで引いてったので、ここはちょっと前を見に行きます。僕、リワインドなんでね、割と前目に行っても、すぐに戻ってこれるんで、張ってたっていう感じですね。さあ、結局、あそこでは見つけることができず、ここで接敵しているので、ここは SR で打ちつつ、味方が結構ライン左側上がってるので、僕はその右から刺せれるように、この山のいい感じに車線を切りながらね、さあ、これ1枚落としていく。意外とね、全然このドットサイドでもいい、いいメリック。SR でも狙いつつ、でもなんだかんだ、このみんなで打つときって、この距離か、だったらいいな、いけるんで、この距離だったらいいなで勝負します。ここ一旦、家具切り入れて、で、ここ一気に詰めますと、SMG じゃないけど、AR だけど、一気に詰めてみます。あ、奥へされるね。さあ、ここ、へっしょ抜いていく。あそこ、角入れたいな。ただ、ここかけれるときに、あそこに敵がいたってことは、周りにもいるかもしれないので、そこの警戒をします。なんで、やっぱ、うわ、後ろね、ここ一旦リワインドでカバーっていうか、一旦逃げて、ここ、落とす。やっぱ、いいな、強い。次、左から回っていく。さあ、こうみんな詰めてるんだね、一緒に行きますと。さあ、腰打ちもやって、意外と腰打ちもね、これぐらいの距離だったら当たるんでね、インナーもともとそんなに腰打ち精度悪い武器じゃないので、なんでね、腰打ちもっとつけたい人はつけてもいいと思うんですけども、まあ全然中距離ガンブリでもいいかなって個人的には思ってます。ただ近距離はね、難しいですけどね。やっぱ立ち回り次第みたいになってくるけど、近距離戦持ち込まれるとやっぱり SMG に勝つと結構難しかったりするんですけども、まあそこ立ち回り次第ですね。詰められたりしたら結構厳しいかもしれないけど、後ろいるね。後ろいるので、ここちょっと構えとくと。で、ここ、思ったより敵が多かったので、2枚以上だし、僕は車線切ることができなかったんで、一旦ここはリワインドで引いて、車線を切れる位置に戻りますと。後ろのボード気になるね。これ後ろから刺されたら結構嫌なんで、僕はここ後ろを警戒してます、今。味方が結構後ろの方、っていうか前の方か。で、張ってるので、僕はこう後ろのケアということで、ボードをこう、切ります。さあ、ボードアーマー割れてる報告。そこ打って、落としていく。あとは正面かな。リロード挟んで正面いないね。ああいう岩裏とかはね怖いので、ここはグレーで索敵をします。当たればいるってことだし、当たらなかったらいないってことなんでね。味方が右を展開してやられたので、まあ、右にいるとってことは、この辺はいないかもしれないってことで一気に上がっていくんですけど、左上はちょっと警戒かな。でこうグレーをいっぱい持ってたんでね、グレーを投げてちょっと刺さるかどうかっていうグレーですね。ここ後ろいるね。ここ倒して。いや、いいね。やっぱこれぐらいの距離の球速、いいっすね。全然使える。で、今回使ってる迷彩は無迷彩です。ああ、ここ、こういうことですよ。リワインドのワンテンポ遅いっていうのは。ここは木炊いてもらって起こしてもらいます。今回使ってるのは無迷彩なので、どのカスタムっていうか、どのイーナでも使えると思います。なんでね、本当に迷彩なしでもできるので。ぜひ試してみてください。で、これちょっと怖いのが、メディックたかれ、タグところって結構打たれそうな気がするので、メディックで完全に回復するんじゃなくて、一旦それをおとりの方ように使って、メディックから若干離れて回復を入れていきました。さあ、残り1人。そう、メディックに関しては、その起こした後にメディックタグとね、結構強いっていうか、なんだろうね、回復はするんですけどね。場所がバレてしまうっていうのもあったりするから、その顔の判断結構難しいところですね。グレートが飛んできたらすぐにやられちゃったりするので、メディック耐えて回復ね、少しでもした方がいいってのもありますけど、この判断って結構難しいななんて思ってます。さあ、僕リワインドなんで、これはね、自分でこう人間索敵っすよね。敵がいたらリワインドで戻るぐらいの感じで、これリワインドボタン構えてます。あ、でもいるね。あ、ちょっとちょ
ここ倒して GG ということでいかがだったでしょうか。ぜひね、試してみてください。よければチャンネル登録、高評価お願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。